どうもドズルです。さあ今日はねクラクラアップデート第3弾ということで、今日が一番もしかすると、皆さんにビッグニュースかもしれません。今日は3つ、皆さんにご報告があります。1つ目、ネクロマンサーが、強化されました。ネクロマンサーはねタウンホール9、10、11、もうここ本当に半年以上、1年近くかな、全く日の目を浴びていない、ユニットなんですけれども、今回大幅強化としてヒットポイントが2倍近く、アップされました。本体がね、強化されたっていうか、やられにくくなったことによって、もちろんスケルトンの攻撃力なんかもね、相対的に上がっていくと思いますので、今後のネクロマンサーの活躍には期待したいと、言った感じでございます。2つ目の、内容としてはホグライダー、こちらがね、結構これも大きな変更なんですけれども、巨大爆弾による 1.5 倍ダメージがなくなります。今までホグライダーといえばね、巨大爆弾と切っても切り離せない、中というか、ホグライダーを使う戦術ではね、相手の、巨大爆弾の位置なんかはすごく重要なファクターになっていったんですけれども、今後ね巨大爆弾よりさらに、天敵が現れるということで、巨大爆弾は、1.5 倍ではなくなります。さあ、ホグライダーの新しい天敵とは何でしょう。それはね、今回の新しいビッグニュース第3弾なんですけれども、新しい防衛施設ボムタワーの登場です。このボムタワーね、ちょっとこのボムくんが全然こっち、ボンバーくん全然こっち向いてくれてないんで顔が確認できないんですけれども、ディティールすごい可愛いですよね。塔の真ん中、塔の根元の方に爆弾が用意されていると思うんですけれども、この防衛施設、なんとねすごいのが破壊時ダメージがあります。どういうことかっていうと、普通防衛施設っていうのは壊れたらそのままなんですけれども、まあ、ゴーレムの破裂ダメージみたいな感じで、破壊された時に、施設自体が大爆発を起こして周りにいる、ユニットに大ダメージを与えるというちょっと面白い施設となっております。もちろんね、やられる前も結構広い攻撃範囲を持っていて、範囲攻撃というか爆弾を投げてね、攻撃していくといった、感じです。ただし、地上にしか、攻撃ができないっていうのがね、一つの、なんて言うんだろう、覚えておくべきポイントかなと思います。さあということでね、早速ちょっとボムタワーのある、村に対して攻めてみたいなと思います。さあ、ボムタワーに対してネクロマンサーを、出してみたリプレイなんですけれども、ボムタワー自体はですね、攻撃力はウィザードの塔ぐらいで、対してね、大きいダメージではございません。ただ範囲攻撃が、結構厄介ですし、このボムタワーね、何に強いかっていうと、ラッシュ系の攻撃、ホグラッシュだったり、穴掘り師ディガーラッシュだったりに対してかなり強くなってくるんじゃないかなと思います。さあここで破壊時ダメージ、今分かりましたかね。施設が破壊された後に地下にこう巨大爆弾みたいなのが設置されていて、施設が破壊された数秒後って言っても本当一瞬ですよね、1秒後ぐらいに、巨大爆弾が爆発するみたいな、イメージです。でこのボムタワーは、地上専用の防衛施設ですので、空ユニットのドラゴンだったりベビードラゴンに対しては、攻撃も与えませんし、相手の、ね、死亡時ダメージも相手には刺さりません。さあそして、先日もお伝えしたスケルトンの呪文の強化についてなんですが、以前よりもねスケルトンが出てくるタイミングだったり場所っていうのが、ゆっくりになって、さらにねランダムで出てくるようになったので、まあ、前までもランダムだったのかもしれないけど、ボムタワーとかね、相手のアーチャークイーンなんかに対してターゲットを取る施設としては非常に優秀になったんじゃないかなと思います。このスケルトンの呪文でターゲットを取りながら、別の方向から攻撃をしたりとか、まあ、ターゲットをね、範囲攻撃のユニットの範囲攻撃を取るっていう呪文として、今後使われてくる可能性が出てくるかもしれません。今ネクロマンサーも巻き込まないので、特にこのボムタワーの、死亡時ダメージっていうのは範囲がめちゃくちゃ広いってわけではないですね。今後多分ホグライダーのホグラッシュなんかはこのボムタワーを基軸にね、また攻めのこう考え方なんかを考えていくと思うんですけれども、また一つ防衛施設が加わったことによって、戦術がね、ガラッと変わってきそうな、そんな予感がいたします。はい、ということで、今日の新しい防衛施設ボムタワーの紹介と、あとね、ネクロマンサーの強化、そしてホグライダーも強化されたのかな、巨大爆弾に 1.5 倍ダメージがなくなったという、ニュースでした。アップデートプレビュー今日で3日目ですが、今回のアップデート本当に、クラクラ本気ですよね。今までの改善点がバンバンと改善されていっている感じなんですが、まあ、変更点もその分多いんでね、しっかりと、動画でまとめて皆さんにお伝えしていきたいなと思っておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。